<laughs> 喜んでんじゃん、もう。なんかすごい楽しそうだよね、これね。なんか、リリカちゃんは、デスゲーム主催者になりたいのかと思ったら、デスゲームに参加したかったんだね。これ、リリカちゃんだけ、謎に、このタイミングで飯食えんのよくわかんないけど。楽しそうだね。<laughs> これが折り曲か、リリカちゃんの最新曲、デスゲームです。<laughs> これ全部歌詞ですから、これ。これ全部あの歌詞なんで、これあのカラオケバージョンとか作っていただいて、 みんなあの、リリカちゃんの、ちゃんと綺麗に音はめしていただいて歌ってくださいね、これ。これいつ CD 出んだのね。これリグロスのアルバムに入ってるのかな何を言ってんでしょうね、この人は。何を言ってるんですか、この人は。リリカちゃんは別にバカ舌ではないからね。リリカちゃんがここのご飯屋さん美味しいよって紹介してくれたとこ全部うまいし。ここ、ここ好き。早く食べたい早く食べたいここ好き。いや、怖いって言ってる、怖い色が嬉しそうだもんな怖い <laughs> ハートって感じ。これ、リリカちゃん本人にも言ったんだけど、どう考えたって肉の食レポじゃないんですよね。肉の食レポ、食レポ <laughs> 肉の食レポじゃなくて、あの人味の食レポしてるんだよね。どう考えたって、肉がピリッとするわけないわけですよ。ソースの食レポをしたところで、これが何円のものかなんてわかんないだろうっていうツッコミを後で楽屋でしました。ほっどけ この後の問題発言ずっと気になってんだよな。多分、仕返しっていう言葉を知らないんでしょうね。勝手に自分でやって、勝手に自分でデスゲームにかかってるだけなんですが、誰に仕返しするつもりなんでしょうか彼女はもう一人いるんでしょうね。一人ホログラム。あー、なるほど。